赤手タマリン、学名、サグウィネスミダスは、手足の赤さと、オレンジ色の髪が、特徴のタマリン。別名ゴールデン、ハンデットタマリン、ミダスタマリン。アマゾン川の南部にいるタマリンは、以前は、赤手タマリンの亜種であると考えられていたが、現在は別種である、ブラックタマリンとして扱われている。ブラジル、ガイアナ、スリナム、ベネズエラのアマゾン川北部にあるジャングル。 体長20.5から2 8トルを含むと31から4 4トル体重400から5 5 0ム平均寿命は野生で約10年、飼育下で約16年。繁殖期のオスの間でもグループ内での競争が少なく4から15匹の集団で暮らしている。グループの1匹だけのメスが繁殖期に繁殖する。領土の防衛は 爪の代わりに剣士などを使う。主に木の上で生活する。妊娠期間は140から170日で通常2匹の子を産む。主に父親の世話を受けるが、主にグループ全体が世話をサポートする。防衛はグループの優先事項で1匹のタマリンが襲われると他のタマリンは防衛をする。主に果物、花、昆虫、カエル、クモ、トカゲ、猫。 鳥、蛇など、ありがとうございます。